流山温泉駅流山温泉は、かつて、北海道亀田郡の内町にあった、日帰り温泉施設である。NPO 法人大沼、駒ヶ岳ふるさとづくりセンターが運営していた。当初は、北海道企画開発、そして北海道旅客鉄道グループの JR、函館開発により運営されていた。温泉名は火山によってもたらされた流山地形に、由来するもので、 火山である駒ヶ岳のふもとにあることから命名された。七江町の大沼地区は、大沼国定公園内に位置し、駒ヶ岳にも近いという立地から、JR 北海道は、将来の観光資源として、鉄道事業にも寄与するとともに、地域観光の核を作り出すことを目標に、平成諸島より、東日本旅客鉄道と共同で、ゴルフ場を中核とした複合リゾート施設を計画していた。 その後、経済状況の悪化等もあって、JR 北海道が主体となって計画が見直され、2000年11月から工事を開始し、2002年4月28日に自然体験型観光施設として、流山温泉、レストラン、停車場、打鳥観光牧場、彫刻公園が第一次開業。同時に、これらの施設へのアクセスとして、 函館本線の池田園駅長子口駅間に流山温泉駅が新設された。2003年4月にはパークゴルフ場、キャンプ場及びスポーツ広場が第二次開業した。流山温泉駅の脇には東北新幹線で使われていた200系電車が2001年11月15日から生体保存されていた。これらは2001年9月に廃車となった。 会37編成の一部で、先頭車2両に、クリーン車を挟んだ3両編成となっていた。当初の運営会社、北海道企画開発に、東日本旅客鉄道も出資していたことから、実現したもので、新幹線の北海道への延長を願って、設置されたという。基本的に車内へ立ち入ることはできないが、鉄道の日などのイベントに合わせて開放される場合があった。 その後、北海道新幹線の札幌延伸が決定し、役目を終えたことや、老朽化が著しいことなどを理由に2013年6月までに全車両が解体、撤去された。現在は同形式の動力車の車輪付きの車軸が一つ残っているのみである。また、敷地内の無料休憩所には、JR 北海道海峡線で走っていたカーペットカー使用の50軽客車が、 生態保存されていた。しかし、これらの施設は、毎年赤字を計上する、厳しい経営状況となり、打浄観光牧場やレストラン、停車場等は不採算事業として廃止された。JR 北海道は2016年3月26日の北海道新幹線の開業に向け、流山温泉の再活性化を図るべく検討を重ねてきたが、最終的には、 現地の農業生産法人である株式会社流山が主体となり国と北洋銀行等により蘇生される6次産業化ファンドを活用した事業スキームへ移行することとなった。こうして JR 北海道の直営事業としての営業は2015年2月28日をもって終了し新会社ドサンコミューゼ株式会社に事業上とした。なおドサンコミューゼは 同エリアにおいて、土産庫という在来は種場をモチーフとしたミュージアム、パドミューゼ、大沼流山牧場を運営しており、JR 北海道も所有する土地の一部及び、建物財産等を現物出資するとともに、総客面で協力を行っている。大沼国定公園内に、日帰り入浴施設の流山温泉が存在していた。前述のように2015年2月28日を、 最後に一旦閉館していたが、2017年6月より、週末を中心とする形で営業を再開している。温泉施設を中心に、パークゴルフ場、キャンプ場、スポーツ広場、打ウ牧場、彫刻広場が存在した。彫刻広場及び日帰り入浴施設の建物は、長島さゆきの作品。浴室内には、竜の遺構から通常設置されている。 はずの鏡が全くない。ありがとうございます。